RQ-1、MQ-1 プレデター MQ-1、BRQ-1、MQ-1 プレデターは、ジェネラルアトミックスエアロノーティカルシステムズ社製の無人航空機。アメリカ空軍では、中高度長時間対空無人機システムに分類されている。2005年に MQ-1 に解消された。主な任務は、偵察や、 ヘルファイアミサイルによる対地攻撃で1995年の配備以降、ボスニア、アフガニスタン、パキスタン、イラク、およびイエメンで作戦に参加している。プレデターを改良した機体として MQ-9 リーパー、MQ-1 シーグレイイイーグル、アベンジャーの3機種が存在する。プレデターは無人機4機、地上誘導ステーション、 衛星通信サイト及び55人の要因で構成されるシステムであり、初期量産型の R9-1K 無人機を使用するシステムは R9-1A、改良型の R9-1L 無人機を使用するシステムは R9-1B という名称が付けられている。R9-1 の R は偵察、Q は無人機を意味するアメリカ国防総省の記号であり、1は 無人偵察航空機の第一作目であることを意味している。また、改良で武装の搭載が可能になったことを反映して2005年に R から多用途を意味する M に名称を変更して MQ-1 となった。2009年の時点でアメリカ空軍の無人機部隊は195機のプレデターと28機のリーパーで構成されている。プレデターとリーパーは 外観が似ているが、兵器搭載量や尾翼の形状で容易に見分けることができる。アメリカ空軍では2018年までにプレデターをリーパーに置き換え退役させる予定。これに向け2017年2月より MQ-1 を段階的に廃止し、MQ-9 に置き換える準備が開始された。RQ-1 プレデター1980年代。 前半から CIA とペンタゴンはそれぞれ無人偵察機の実験を行っていたが CIA はアメリカ空軍と比べ小型、軽量かつ目立たない無人機を好んでいた。1990年代前半に CIA はイラク出身でイスラエルからの移民のエイブラハム・カレムの会社であるリーディングシステムズ社によってダーパのために開発された無人機アンバーに関心を示し その後カレムと無人機用の西洋エンジンを開発することで同意した。これがプレデター開発の始まりであり、カレム後にドローンの父とも呼ばれた。本格的な開発は、ジェネラルアトミックス社が1994年1月にプレデター開発の契約を獲得してから始まり、1994年1月から1996年6月までの間、 先進概念技術実証フェーズが行われた。このアクトドフェーズの間ジェネラルアトミックス社から12機の UAV と3機の地上誘導ステーションで構成される3つのシステムが購入された。なお、プレデターの初期生産コストは320万ドルだった。プレデターはアクトドフェーズ中の1995年4から5月に作戦実験を成功させたため、 同年7月には早くも CIA がネバダ州ネリス空軍基地の第11地偵察飛行隊で訓練を受けた要因を使用しボスニアヘルツェゴビナ紛争で混乱するバルカン半島への実戦展開を行うことになった。MQ-1 プレデター2000年からのアフガニスタンにおける活動時にはアメリカ空軍は60機のプレデターを購入していたがすでにそのうちに10機を損失していた。 損失した理由として敵に撃墜されたものはわずかで悪天候、特に寒冷な気象条件下における損失が大半であった。このため、アメリカ空軍は寒冷な気象条件への対応策として、以後調達されたプレデターに改良されたエンジンとアビオニクスの導入及び除氷装置の搭載を行った。改良された機体は RQ-1L に名称が変更され、 この機体を使用するプレデターシステムは RQ-1B と呼ばれるようになった。イラクのバラット空軍基地で m 9 1を操縦するパイロットとセンサー員。プレデターはあらかじめプログラミングされた経路に従い、自動操縦で飛行し、C バンドミッド支線データリンクや空バンド衛星データリンクを通してパイロットと2人のセンサー員が乗った地上誘導ステーションから完成。 遠隔制御される。ユーゴスラビア紛争における活動時、プレデターのパイロットは無人機を運用する基地の滑走路近くに止めた車両から機体を操縦する必要があった。これは当時、プレデターの誘導に使用していた軍事衛星ネットワークの問題で、ディリクト初期の上昇飛行の間は直接無線信号で誘導する必要があったからである。 しかし2000年以降は E-8J スターズの使用などによる通信状況の改善で離陸と上昇の間、無線信号で機体を誘導する必要はなくなり、運用地域から遠く離れた場所にある司令部からでも機体を完全に制御することが可能となった。機種には、カラー TV カメラ、赤外線、カメラ、レーザー指示器などで構成されるマルチ、 スペクトラルターゲティングシステムが装備されている。レーザー指示器は他の航空機が使用するレーザー誘導爆弾の誘導や MQ-1 が運用する A ジム -114 の誘導に使用される。また、以前は合成開口レーダーを搭載していたが、現在は軽量化のため搭載されていない。プレデター UAV は6つのパーツに分解して、棺と呼ばれている箱に収納できる。 これにより航空機本体と支援機材すべてを c 百三十輸送機に搭載して世界中に素早く展開することが可能となっている。輸出規制の対象になる装備を省いた輸出向けプレデター XP e も開発されておりアラブ首長国連邦で採用されている。エドワーズ空軍基地のオープンハウスで展示された m q 一とヘルファイアミサイルアメリカ空軍とビッグサファリは コスボでの活動後、無人機に攻撃能力を持たせる研究をするために、主翼の補強、パイロンの追加、レーザー目標指示機の搭載などの回収を行ったプレデターを用意した。このプレデターは2001年2月21日に3発のヘルファイア対戦車ミサイルの実射テストを行い、標的の停車した戦車に全弾命中させることに成功した。このプレデターには、その後、 MQ-1A の名称が付けられた。2000年からアフガニスタンでプレデターが行った偵察活動の功績を見た当時の CTC の責任者、コファー・ブラックは、オサマ・ビンラィン抹殺に武装型プレデターが使えると考え計画を強く後押しするようになった。彼や CIA の圧力でアメリカ空軍の武装型、 プレデターの開発ペースは大幅に加速されたと言われている。また、その運用は、コファーブラックが役員を務める民間軍事会社のブラックウォーター USA も受け負ったとされる。武装型、プレデターのヘルファイアミサイル発射試験は2001年度中に何度か行われており、6月最初の週には、ネバダ州の砂漠で、ビンラディンの住居を模した建物への ミサイル発射実験まで行われていた。セルビアに撃墜された r 9 1プレデター戦2003年3月、イラク戦争において、スティンガーを搭載した本機が、イラク軍のミグ -25 と交戦した。この時は先手を取って攻撃したものの、スティンガーは命中せず、ミグにより撃墜された。なおこれは、お互いに、 対空兵器を装備した有人機と無人機による初めての空中戦とされる。ヘルファイアミサイルを搭載した MQ-1 プレデターアメリカ政府によるテロ容疑者暗殺作戦ディスポジションマトリックスの開始を受け MQ-9 と共にアフガニスタンとパキスタンでのタリバーン、アルカーイダ攻撃に積極的に投入されており2009年8月に パキスタンターリバーン運動のバイトゥラーマフスード司令官の殺害に成功2011年リビア内戦ではフランス空軍の戦闘機ミラージュ2戦と連携して逃亡中のリビア最高指導者ムアンマル・アルカザーフィーを乗せた車列を攻撃した問題点としては誤爆や巻き添えによる民間人の犠牲者が多いことが挙げられるこれは 無人機操縦員の5人や地上部隊の5砲、ヘルファイアミサイルの威力が大きすぎることなどが原因となっている。ヘルファイアミサイルの問題に関してはより小型で、精密なスコーピオンミサイルを採用して対処することになっている。機体そのものに人間が登場しないため、撃墜されたり事故を起こしても操縦員に危険はなく、また衛星経由でアメリカから遠隔操作が可能であるため、 操縦員は長い機関戦地に派遣されることもなく、任務を終えればそのまま自宅に帰ることも可能である。このような無人機の運用は操縦者が人間を殺傷したという実感を持ちにくいという意見があるが、いつミサイルを発射してもおかしくない状況から、次には子供のフットボールの試合に行くという平和な日常と戦場を行き来する従来の軍事作戦ではありえない生活を送ることや、 敵を殺傷する瞬間をカラー TV カメラや赤外線カメラで鮮明に見ることが無人機の操縦員に大きな精神的ストレスを与えているという意見もある。国際政治学者の PW シンガーによると無人機のパイロットは実際にイラクに展開している兵士よりも高い割合で心的外傷後ストレス障害を発症している。無人機の操縦者のうち7人に1人は 民間人だが、アメリカ軍の交戦規定により攻撃は、軍人が担当している。RQ-1 プレデター3ン,ンズ。ありがとうございます。